ですよね。そうですよね。うん、だからここまさしくそういう状況ですからね。はい、打球は右中間に上がって外野手見上げるだけ、スタンド上段に飛び込んだ。4番の一振り先制点、バファローズ。打った瞬間に3歩走って牧原も打球を見上げるだけでした。今吉田ホームイン、2点先制。打った瞬間という打球でした。いやいや、すごいですね。ヒットで繋いでるところじゃ なかった完璧ですね。2点先制のバファローズ。センター右の上段席、何飛んだでしょう。